皆さんね、ね、僕もバイクでこうミャンマー回ってますけど、ね、彼らは、ね、自転車で、待ってますよね。そんなにね、なんていうんですか、自転車とかバイクで、その旅行できる国って意外にそんな多くはないですからね、はい、危険だったらできないですからね、まずね、うん、だからいかにね、そのミャンマーの治安がいいかっていうことですよね。なんかこの今言ってたパターンが日本の外務省のなんだ、そのなんていうんですか、危険度方が1なの、最低レベルなんですか。全然そんなことないですからね、うん、めっちゃ安全ですよ、めっちゃ安全、うん、もう普通に、女性の一人歩きもできるような、そんな感じですね、はい。昨日、おとといか、と日本人の女性、が泊まってましたけど、はい、で夜ちょっと暗くて怖いからどこにも行かなかったっつって近くで、パンを買ってきて、食べてた感じですけど、いや全然出てても全然問題ないですよ、はい、問題ないですね、はい、うん、っていうか欧米の人たちは全然普通に出てってますよ、はい。まあ気にしすぎっていうか、でもまあ気にしないよりはした方がいいんでしょうけどね、さすがにね、自分の身に降りかかってくることですからね、はい。ただそのミャンマーは非常に、安全な国なので、はい、そこはちょっと認識をね、変えてほしいなとは思いますね。もちろんね、そりゃね、無防備はよろしくないですよ、よろしくないですけど、はい、全然安全な国ですから、はい、そこはちょっと認識を改めていただければなというふうに思いますね、はい。で特にね、その日本だとね、他人の子供に触ったりとかするとね、何あんたっていう、何やってんのってことで、ちょっとやめてよみたいな感じになるけど、ミャンマーは全くそんなことはございませんね。ニコーとして笑って、こうなんか写真撮ったりも全然普通にできますし、で、かわいいねーって頭撫でたりとか、まあ頭撫でるのは、なんだ、国によっては NG なんですけどね、まあほっぺたにしといた方がいいですかね、てか、いや、ほっぺたに触って、かわいいねーぐらいな感じにしといた方がいいかもしれませんけど、全然それでも OK です。はい、それもそれも OK、全然できます。はい、でミャンマー人もね、ニコッと してますから、そう、子供たちだけでね遊べる国ってそんなにないですよね、ミャンマーは普通にね、パゴダでね、子供たちだけで遊んでますからね、はい、そういう安全な国ですから、はい、ちょっとイメージを変えていただければなというふうに思いますね。